ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふーむ、最近面白い未確認生物の情報が少ないわ。いろんな未確認生物を調べすぎたわねー。なんだ霊夢、未確認生物の情報を探してるのか？あ、魔理沙。実はそうなのよ。だけど有名な未確認生物は大抵調べちゃったし、もうさすがに私の知らない未確認生物なんていないわよねー。あれ、霊夢はペピーについてももう知っていたっけ？ペピーって何よ。やっぱり知らないみたいだな。ま、あまり有名な未確認生物ではないからな。そう言われるとなんだか気になってくるわ。詳しく教えてちょうだいよ。ふふ、早速食いついたな。それじゃあ、今回は湖に潜む怪物、ペピーについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。早速だが、ペピーについての情報を伝えていくことにするぜ。ペピーとは、アメリカのウィスコンシン州にあるペピンコに住むと言われている未確認生物だ。ペピンコ、これまた不思議な名前の湖ねー。それじゃ、名前の由来はその湖から来てるのね。そうみたいだな。かなり目撃情報が少ない未確認生物らしく、マイナーな部類に入っているそうだ。まあそうよね、マリサからいろんな未確認生物の情報を聞いている私が、その存在について全く知らなかったんだから。そうだなぁ、一応有名になるためのきっかけみたいなものはあったみたいなんだけどな。有名になるためのきっかけ？何それ？ペピーはビッグフットやイエティなんかとは違い、存在を確定させるレベルの撮影や、物的証拠を持ってきた人には、5万ドルの懸賞金が渡されるということだぜ。5万ドル、そんなにもたくさんもらえるの？でも待って、今のドルだと何円くらいになるの？2023年5月現在のドル円だと、1ドルはおよそ130円を超えてくる。単純に計算しても、650万円は軽く超えるな。650万円。そんな大金だなんて。よし、私今すぐにペピーを探しに行くわよ。待て待て、ペピーの情報が出てきたのは20世紀あたりだ。おそらくもうすでに懸賞金の情報はなくなってると思うぜ。なんだ残念、せっかく懸賞金をゲットしようと思ったのに。とは言っても、この懸賞金をかけるというアイディアはなかなか戦略的だったみたいだぜ。もともとペピンコには、ネイティブアメリカンから怪物が住んでいるという情報が出てくるほど、昔から生物がいると考えられていたみたいだからな。それで懸賞金をかければ、存在を証明しよう、という人がやってくると踏んだんだろう。それじゃあ、村おこしというか、町おこしみたいな目的があったってことかしら？目的に関しては特に記載されていないが、おそらくそうだろうな。日本でも、ヒバゴンの情報やツチノコの存在が証明できれば、懸賞金を渡すという企画が、出ることがあったくらいだからな。ちなみにツチノコに関しては、現在でも定期的にツチノコ狩りツアーが行われているみたいだぜ。へえ、やっぱりいろんなところで未確認生物を捕獲しようっていう企画はあるのねー。まあな、霊夢じゃないが、未確認生物を利用して金儲けをしようという試みはあるわけだ。ちょっと、人聞きが悪いこと言わないでよ。私のは金儲けだけど、他の人たちは町おこしとか、ちゃんとした動機があるでしょ。逆に言うとお前のはちゃんとした動機じゃないのか。さて、ペピーの話を続けるが、どうやらペピンコ自体はあの有名なネッシーが生息しているネスコと、形状が似ているらしく、ペピー自体も、ネッシーと同じ生物なのではないか？という、情報が出ているみたいだ。ネッシーと同じ？せっかく出てきた知らない未確認生物だし、もっと奇抜な生き物を期待してるんだけど。まあ、あくまでも周りから言われていることであって、実際はどんな姿なのかわかっていない。どうやら、ペピーの一番最初の目撃情報は、古くは1871年にまで遡るらしい。その時は水面に謎の生き物がいたという情報のみだったらしいんだが、それから200年近く経っても未だにペピーの最新情報が出てこないとなると、ペピー自体、存在していない生き物なのか、もしくは滅多に姿を現さないような、珍しい生き物かのどちらかだな。できれば、滅多に姿を現さない珍しい生き物の方で考えたいところね。でも、ペピンコがネスコに似ていて、さらにネッシーと同じ生き物だ、って言われてるなら、どうしてペピーはもっと有名にならなかったのかしら。ネッシーと同じって言われてるなら、もっと有名になることもできそうな気がするんだけど。霊夢、お前はまだまだ甘いな。え？どういうこと？2位じゃダメなんですか？という有名な言葉がある。1位は有名になることができるが、2位だとなかなか世間から注目される機会がない。ペピーはまさにそんな状況に立たされている未確認生物だと言っていいだろう。どういうことよ？アメリカで一番最初に有名になったネッシー系未確認生物といえば、やはりネッシーになるわけだが、
その二番煎じのように他のネッシー系が現れても、ネッシーほど有名になることはないってことだ。ああ、確かに言われてみれば、私も昔と競争で2位になっても、誰からも褒めてもらえなかった記憶があるわ。ペピーは今まさに、そんな気持ちになってるのね。ペピーがその気持ちになってるかはわからんが、まあ、2番目というのはこのように、有名にはなりづらいという側面があるわけだ。もっと有名になればネッシーレベルで人気のある未確認生物になれたんだろうけどな。でも、地元の人たちは頑張ってペピーを有名にしようとしてるんでしょう？その頑張りは認めてあげたいわ。そして1987年、ついにペピーの姿がカメラに収められたらしいぜ。おお、ついに、やったわ。目撃情報によると、ペピーの体長は約20メートル。体の色は暗い黒色をしていて、頭部は小さい。背中にはコブもあり、シーサーペント型だという人と、ネッシー型だという人の意見で割れたそうだ。その論争に関しては、写真を見ないことには何もわからないわ。早速写真を見せてもらおうじゃないの、写真をさ。わかったわかった、そんなに慌てるなよ。これが、ペピーの写真だぜ。これは、どう見てもネッシーだと思うけど、やっぱりネッシー系の生き物なのかしらね。さあな、残念ながらこれ以上の写真は得られていない。これだけではどういう生き物なのかは、ほとんどわからないと言ってもいい。しかし、霊夢の言う通りネッシーに近い見た目はしているとは思うぜ。でも、ネッシーに似てるってことなら、たとえ二番煎じでも、やっぱりもう少し有名になっててもおかしくないんじゃないかしら。確かにその理屈も一理あるんだが、ペピーが有名になっていないのは、その目撃情報の、少なさが大きな原因かもしれない。話を聞くところによると、どうやらペピーは、非常に内向的な性格をしているらしく、臆病なので姿を見せないらしいんだよ。ほう、どういうことかしら？ペピーはおとなしく臆病な性格で、人の気配や物音を聞くだけで、すぐに水の中に、隠れてしまうらしいんだ。だから今まで、ペピーを撮影しようと湖に、近づいただけで、ペピーは姿を消してしまう。目撃情報が少なくなるのも当然だぜ。そうだったんだ、ペピー。せっかく有名になれるチャンスなんだから、もっと顔を出せばいいのに。だからペピーは有名になりたいわけじゃないって。とは言っても、未確認生物ファンからしたら、もう少し顔を見せてくれた方が、とは思うだろうな。さて、ネッシーに関してもされてきたことだが、ペピーの正体について考察していこうか。確かに、ネッシーもなんだかんだ、チョウザメ説とか出ていたもんね。チョウザメもそこそこの大きさになるからな。そうなるのは当然といえば当然なんだが、話を聞いてみたところ、どうやらペピーは写真には収められていないが、目撃情報自体はそれなりにあるみたいだぜ。そうなの？ああ、ペピンコで釣りをしていたら、時々見ることがあるらしいんだ。目撃者の証言によると、最初は遊牧かと思ったが、水面から出ている部分だけでも6メートルほどあり、さらに色は薄暗い緑色をしていて、随所に黄色があったらしいんだ。緑色に黄色、さっき聞いた情報だと黒色の体だったと思うんだけど、おそらく暗がりに撮影したとか、遠方すぎてよく色が確認できなかったとかじゃないかな。薄暗い緑色というのがどの程度を言っているのかはわからないが、薄暗いと表現されているなら、遠くから見て黒色に見えてもおかしくはないと思うぜ。なるほど、確かにそう聞くと、なんとなく納得できるわ。でも、水面に出ているだけで6メートル、全長およそ20メートルっていうのも、その情報を聞くと納得できてしまいそうね。もちろん、ネッシーと同様、ペピンコに住んでいる巨大な生き物という説もあるんだけどな。ペピンコには大型の魚が多く生息しているらしく、ネッシーだと疑われているチョウザメも、ペピンコには生息しているらしいぜ。やっぱり大型の水生未確認生物は、チョウザメだと疑われるのね。もちろん、チョウザメ以外の生き物も疑われているみたいだけどな。他には、パイクやカワカマスといった魚も正体の候補に上がっているみたいだぜ。うわ、なんかやたらといかつい魚ね。顎なんかしゃくれちゃってるじゃない。大きくなれば2メートル近くにまで成長するそうだ。もちろん全長20メートルだなんてとても及ばないが、それでも大きいことに変わりない。もしかしたら、パイクやカワカマスあたりが突然変異で大きくなったのかもしれないな。突然変異か、便利な言葉ではあるけど、100% ありえないとは言えないのが難しいわね。っていうか、ペピンコでは釣りができるのよね。釣りができるほど人通りが多い湖で、ここまで目撃情報が少ない未確認生物っていうのも、あまり類を見ないんじゃないかしら。これじゃ有名にならないのも当然よ。まあ、目撃情報が少ないのは事実なんだが、有名にならないというのは少し違うと思うぜ。どうしてよ？だって霊夢、私たちは日本に住んでいるわけだが、ペピンのことは耳に入ってきているじゃないか。それってペピンの情報が海の向こうにまでしっかり届いているってことだぜ。あ、言われてみれば確かに、そう考えると、ペピーの懸賞金作戦は、意外と成功してるのかもね。
結局ペピーを捕獲したり、証拠を掴んだっていう情報は全く出ていないみたいだけどな。それでも、ペピーを一目見てみようと海外からやってくる人もいるみたいだから、町おこしとしては成功の部類と言っていいと思うぜ。日本のツチノコも、もっとたくさんの人が探しに来るといいわねえ。でもペピーが有名になってよかったわー。二番煎じとか言うから、有名にならないかとヒヤヒヤしてしまったわよ。すまない霊夢、それに関してなんだが、ちょっとだけ語弊があるぜ。え？語弊？ペピーは二番煎じどころか、三番煎じの生き物なんだ。どういうことよ。三番煎じってことは、ペピーよりも前に、ネッシー系の未確認生物が発見されてたってこと？まあそうだな。霊夢は知っているかわからないが、アメリカには古くから、ジャンプと呼ばれる。ネッシー系の未確認生物が確認されているんだ。ジャンプ、それも聞いたことないわね。ジャンプは歴史が古い未確認生物で、初めて目撃されたのは1609年だと言われている。当時発見したのはフランスの探検家、サミュエル・ド・シャンプランという人物だそうで、シャンプラン氏がこの生き物を発見した湖が、シャンプレイン湖と名付けられたらしい。ははぁ、もしかして、シャンプレイン湖で見つかった未確認生物だから、その名前をもじって、ジャンプって名前になったってことかしら？おそらくそういうことだろうな。ちなみに、さっきペピーだと言って見せた写真は、実はジャンプの写真なんだぜ。はぁ、何よそれ、騙したってこと？悪いな、ペピーに関して写真が撮られたという情報だけはあったんだが、肝心の写真だけはどこにも見当たらなかったんだ。今回はジャンプの紹介もする予定だったから、ジャンプの写真を見て、ペピーをイメージしてもらおうと思ったわけだぜ。まあ、いいんだけどさ、それで？そのジャンプは、一体どういう生き物なの？基本的には、ネッシー、ペピーとほぼ同じだと思ってもらっていいぜ。しかしこのジャンプの面白いところは、目撃情報の信憑性が高いという点にあるんだ。ほう、目撃情報の信憑性？ジャンプを発見したフランスの探検家は、地質学者として有名だったそうで、当時のフランスの国王の命令で、世界各地の地図を作成していたらしいんだよ。その際にジャンプを目撃したわけだが、おそらくその情報も王様に報告しているはずだ。それと信憑性、何か関係があるのかしら？あのなぁ、王様っていう絶対的な存在相手に、未確認生物がいました、なんて嘘をついたら、どうなるかは容易に想像できるだろう？わざわざ王様に嘘をつくメリットがないんだよ。そうか、もしも嘘だってバレたら、何をされるかわかったもんじゃないわね。そういうことだ。そんな人物が謎の生物がいた、と言っているんだから、未知の生物かは置いておいて、何かがシャンプレイン湖にいるというのは事実なんだと思うぜ。で、ジャンプの写真っていうのが、さっきペピーだって言って見せてくれた写真なのよね？そうだな。ちなみにこれが撮影されたのが1977年だそうだ。ネッシーとは違いカラーで撮影されているのも、信憑性を高めてくれているな。また、写真家にも確認されているようだが、捏造や、写真の加工の形跡はなかったらしい。さらに、ジャンプに関しては元 FBI 長官まで話に入ってきているらしいぜ。元とはいえ、FBI の長官が一体何の用があって、FBI の仕事は主に国内の治安維持にあるからな。基本的にはテロやスパイの捜査をしているが、時と場合によっては、未確認生物に関する調査なども仕事のうちに入ることがあるんだ。だから時々未確認生物に関する話を FBI の人間がすることもある。へえ、初めて知ったわ、面白いわね。そんな元 FBI の長官も、シャンプレイン湖には何らかの生物が存在していることは確か、と、公言しているらしいからな。ここまでお膳立てされているんだ。ジャンプの存在は、かなり確定的なものになっていると言っていいだろう。それじゃあもちろん、ジャンプに関して調べられていることもあるんでしょう？調べや目撃情報によると、ジャンプのサイズはかなりばらつきがあるようだった。体長は7メートルから25メートルほどと言われている。本当にばらつきがすごいわね。そんなんじゃほとんどサイズがわからないわ。確かにサイズに関してはまだまだ調査の余地があるとは思うんだが、ジャンプには、ネッシーやペピーにはない特徴として、ヒゲが生えているという特徴を持っているそうだ。ヒゲ、それって、中国の竜とかが生やしてる、ふさふさっとした感じのやつかしら。いやどうかな、水生生物だし、どちらかというとナマズみたいにヨロッとしたタイプのヒゲだろう。ナマズのヒゲか、あんまりかっこよくはないわ。でも、確かにネッシーやペピーにはない特徴ね、そのヒゲは一体何に使うのかしら。ナマズを例に挙げるなら、ナマズは泥の中で餌を探す際にヒゲを活用するらしい。あの細い器官はセンサーの役割をしていて、触れたものの振動や動きを感知して、獲物を探すことができるらしいんだ。おそらく、ジャンプが持っているヒゲも、同様の能力があるんじゃないかと思うぜ。なるほどねー。でもちょっと待って、さっき泥の中で餌を探すって言った？ああ、言ったけどどうかしたか？
泥の中で餌を探すってことは、キャンプも結構湖の底の方にいるってことじゃない？底の方じゃないと、泥なんかないでしょう。まあそういうことになるな。それじゃあ、キャンプもペピー同様、なかなか見つからない生物ってこと？ペピーは難しそうだから、キャンプなら見つけられると思ったのに。まあしかし、そこまで悲観する必要はないと思うぜ。キャンプが生息しているシャンプレーン湖は、ネス湖やペピン湖に比べて水深が浅いそうで、見つけることは比較的容易ではないか？という意見もあるらしいからな。お、そうなの。それじゃあちょっとは期待してみてもいいのかしらね。とは言っても、水深があまりないというのは信憑性を低くすることにもなる。そんなに浅いところに、20メートル以上もある巨大生物が住んでいられるのか？という疑問が出たりな。言われてみれば確かに、でも、調べてみないとわからないこともたくさんあるでしょう？そりゃあもちろんそうだが、キャンプに関しては他にも、いろんな話がある。頭部が馬のような形をしていた、という情報や、蛇に近いフォルムをしていた、というものなど、目撃者の証言によって、様々な見え方をしているみたいなんだよ。何それ、見る角度によって違う見え方をしているってことかしら。どうだろうな。しかし、ネッシーやペピーにはそんな情報はなかったわけだし、これは一つの偏見が含まれているんじゃないかと思っているんだ。偏見って？未確認生物といったらこういう形、こういう姿、というものが、見る人の中であると思うんだ。きっとキャンプを目撃した人たちの中で、これが未確認生物だ、という偏見があって、それを見た者に反映した結果、馬の頭部や蛇の頭部、という話が、加わっていったんじゃないかと思うんだ。そういうものかしら、でも見た者に対して勝手にそんな情報を付け足すもの？人間は見た者の 70% 以上を、1ヶ月後には忘れていると言われているんだ。未確認生物の頭部がどうなっていたかなど、一瞬の出来事なのに詳しく覚えていられる人が、果たして何人いるかという話だな。そう言われると、確かにあまり自信がないかも。さらに、自分の中で未確認生物とはこういう見た目をしている、という、固定観念があったら、記憶の中から、その見た目を反映してしまうというのも、意外と納得できるんじゃないか？マリサにしては、結構説得力のある話をしてくるじゃない。私にしてはってなんだよ。まあ、もちろん本当に馬の頭部や蛇の頭部をしている生き物の可能性だってあるけどな。真実はわからない。さて、ネッシー、ペピー、キャンプ、すべてのネッシー系未確認生物に、共通して言われているのが、これらの生物は古代の首長竜が正体じゃないか、という説だ。出たわね、あれでしょ、プレシオサウルスとかっていう水生の恐竜でしょう。そうだな。どの未確認生物も首が長いという特徴は有しているようで、このプレシオサウルスが候補に上がるのは、毎度のことと言っていいだろうな。また、モササウルスも正体として挙げられることがあるみたいだぜ。こんな明らかに肉食、って感じの生き物も正体の候補として挙げられるわけ。まあ、これに関しては候補の一つとして上がっているだけだし、ペピン湖やシャンプレーン湖にそこまで豊富な肉があるとも思えないから、モササウルスという説はほとんどないと思ってもらっていいんじゃないかな。そっか、でも恐竜が正体っていうのは夢があるから好きだわ。まあしかし、ヒゲがあったという情報を聞くと、ますますチョウザメの可能性が高くなるんだよな。あ、ほんとだ、チョウザメにもヒゲって生えてるものなのね。種類によるけどな。チョウザメにもちゃんとヒゲは生えているんだよ。とは言っても、私自身毎回疑問に思ってることがあって、首長竜とチョウザメを見間違えることが、果たして本当にあるのか？ということなんだ。ああ、それは確かに言われてみれば、チョウザメも大きくなるのかもしれないけど、だからといって、首長竜と見間違えるかは微妙なところよねー。そうだろう？だから私個人としては、この生き物は新しい、未知の生き物なんじゃないかと思うんだ。首長竜ではなかったとしても、また別の新種の生き物なんじゃないかな。ほほう、そう思うのはどうして？だって、古くから目撃情報があって、さらに写真まで収められてもなお、正体がはっきりしていないんだぜ。嘘の可能性も低いみたいだし、新種の生物である可能性は十分にあると思う。ふむ、まあマリサがそう言うならそうなのかもしれないけど、でも、新種の生物って言ってもねー、地球にはまだ多くの未知の生物がいると言われているし、パンダやゴリラなんかも、最初は未確認生物として扱われていたんだから、これから先、未確認生物が認知されていくことは十分考えられると私は思っているぜ。まあ、その可能性もあるだろうけど、私はこの目ではっきりと見ないことには、存在を認めたりはしないわよ。まあ、そう考えるのも自由だと思うぜ。それに、シャンプレーン湖の生物は、肥大化しやすい環境が整っているとも言われているらしいからな。肥大化しやすい環境？餌や栄養が豊富ってことかしら？そうみたいだな。他の生き物も比較的大きく成長していると言われているみたいで、
もしかしたら、チョウザメが本当に20メートル級まで大きくなっている可能性もある。そうなのかしらねー。どうした霊夢？あまり嬉しくなさそうだな。いや、だって正体がチョウザメだったら、捕まえて展示して、未確認生物水族館を作ることができないじゃない。お前のことだから、どうせそんなことしか考えてないだろうと思ったぜ。最後にはなるが、ジャンプに関しては目撃情報が非常に多く、映像まで撮影されているんだ。今から映像を紹介していくぜ。おお、なんか、カマ首を上げているような生物が映っているのがわかるわね。これがジャンプなのかしら。古い映像のようだから、画質が荒いのが気になる点だが確かに何かが映っているのはわかるな。もちろんこれだけでジャンプの存在が証明されたわけではないが、映像は他にもあるから、これも見てもらおうかな。今度は何かがゆったりと泳いでいるのがわかるわ。すごい、ジャンプに関する映像が、二つも見られるなんて。何やら巨大な生物が映っているのがわかるな。今度のはカマ首を上げている様子はないから、もしかしたら別の生き物の可能性もあるが、何か巨大な生物が、このシャンプレイン湖に生息しているのは間違いない。でも、毎回の疑問なんだけど、発見されたのが1609年とかなら、今も生きているのはその子孫ってことになるわよね。子孫がいるってことは、ジャンプやペピーは複数個体いて、繁殖をしているってことなのよね。まあ、理論上そういうことになるなぁ。それじゃあ、もっとたくさん個体が発見されてないとおかしい気がするわ。それと子供くらいのサイズの個体も発見されててもおかしくないと思う。それらの情報が一切ないのはどうしてかしら。さあなぁ、子供の頃は危険なところから話すために、海底深くのところで生活させているとか、いろいろ想像することはできるが、本当のところはわからないな。せっかくだから、その辺についてももっと詳しく調べられたらいいのにな。調べることは可能かもしれないが、喜ばしい結果が出てくるかはわからないな。湖系の未確認生物の調査は過去に何度も行われてきたが、そのどれもがいい結果にはなっていないからだ。そうなんだ。それじゃあペピーもチャンプも、調査しても正体ははっきりしないのね。もちろん自力で調査に行く分には構わないが、お前はどうせ、それは嫌だって言うんだろう？そりゃあもちろん。調査するなら、マリサに行ってもらうわ。お前ってやつは本当に他力本願だな。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。